皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は円の面積、実際に円の面積を求めよう。この1回目で前回学習した円の面積を求める公式、半径×半径 ×3.14、 この式を使って基本的な円の面積求めていきたいと思います。問題は全部で4問です。円の面積は半径×半径 ×3.14 ね、これしっかり覚えちゃってくださいね。では実際にやってみましょう。次の円の面積を求めましょう。括弧1番、ここに円が書いてありますよね。半径はこれ3センチです。半径3センチですから、半径 3×半径 3×3.14 ですよね。つまり 9×3.14、 これを計算しますね。イコール 28.26 とこうなります。皆さんはこれ筆算でね、しっかり計算してくださいね。ですから答えは 28.26 平方センチメートルとこうなります。括弧2番です。半径が5センチメートルの円ですね。面積は半径×半径 ×3.14、 つまり 5×5×3.14 ですよね。つまり 25×3.14 ですね。これ計算すると 78.5 と、ですから面積は 78.5 平方センチメートルということになります。では括弧3番に行きます。直径が8センチメートルの円と、ね、文章題苦手な人ってこの数字すぐ使って 8×8×3.14 ってやってしまう人いるんですけど、これちょっと見てください。これ直径ですよね。半径ではありませんから、まず半径を求めてください。直径は半径の2倍ですから、半径は 8÷4 となりますから、半径は 4cm ですね。でこの 4cm を使って 4×4×3.14 こう計算します。 16×3.14、 これを計算すると 50.24 となるので、答えは 50.24 平方センチメートルです。 50.24 平方センチメートルとこうなります。括弧4番に行きます。直径が5センチメートルの円、やはりこれ直径になっていますよね。直径ですから、この5を2で割って半径を求めます。5÷2、これをやると 2.5 ですね。半径 2.5 センチ、ね、なんか小数だと間違ってるんじゃないかって感じをしていますけど、そんなことないですよ。小数の場合もあります。半径 2.5 センチですから、 2.5×2.5×3.14 をやります。 6.25×3.14 ですね。これを計算すると 19.625 になります。皆さんはね、筆算でしっかりやってくださいね。ですから答えは 19.625 平方センチメートルと、このようになるわけです、ね、円の面積は半径×半径 ×3.14、ね、文章で半径が何センチと書いてあったらそのまま使えますけれど、直径がと書いてあった場合は直径を2で割って半径を求めてから計算してください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。